モッシュピットに最も合う3曲ってどういう、その、リリギリさんチョイスで何かありますか？自分の曲ってことですか？い誰かや、の曲はい、に。誰の曲でも、自分の、ご自分のでももちろんいいですし。まあでも、柔らかい系やったらもう日本のトラップ系のやつやったら何でもモッシュピット多分今の時代になると思うんで。3曲むずいっすね。ありがとうございます。なんか俺一回、はい。何やったっけな、KK 漫画ってやるんすよ。はい。バンドが大はい。阪の。その人たちのイベント呼ばれて。で、ほんまにその、ずっとハードコアやってる人たちみたいな。そこで一回モッシュじゃないけど、体験したんすよ。これも全然ヒップホップと別物やなって感じたっす。そっち系の。モッシュと今の日本のヒップホップのモッシュは別物っすね。何が違います？なんかもう年齢層も違うし 痛さも違うし、まあ、日本のモッシュなんかもうこんなんじゃないですか。こんなんやってみんな、そういうのじゃないですよ。もう向こうはもうこんなんみたいな、こんみたいな、もうガチで戦いに行ってるみたいな。で、俺その KK マンガさんのハマジって人がいるんですよ。ハマジさんって人がおって、そのイベント呼ばれた時俺ライブしてて、じゃあそのハマジさんがなんかずっとライブ中に「おいおいおい」みたいな、「おい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 」ってやってくるんですよ。主催者なんですよ、その人が。俺ライブ中ずっと「おいおいおい」ってやられて、でその人も最後ライブするってなったから、俺ももうやり返したろう思って、一番前行って「おいおいおい」ってやったんですよ。じゃあもうガチヘッズのもうハードコアの結構やばい人にまとも引っ張られて。やられて